まあ、やっぱりあのデジタルの精度が上がってあのヴィンテージ機材のシミュレーションがすごい良くなってっていうでやっぱりそういうのにみんなこうバーって流れてってまたちょっとハードの機材見直してみんなやっぱり集め直してますね。ありますよね。あのなんか例えとしたらあれかもしれないですけど MS20 あるじゃないですか。あ持ってましたあれのなんかなんとかシリーズとか言って、プラグイン出てましたよね。出てましたね。コントローラーって一緒のやつ、うん、あれ結構さ喜んですぐ買ってやってたんですけど、うんうんでさこっちでパッチングするとさこっちも反映されるみたいな、はいはいはい、やっぱ飽きましたよね。やっぱりこうあの手のやつは直接触ってなんぼっていうのありますから、ね、手のあるですかね、うん、でそういう意味でもみんながこうなんていうのプラグインから戻ってきてるっていうのは流れとして、うん、流れとしてあるか分かんないけど気持ちとしてはあるでしょう、ねうん、あとやっぱりこうあのハードの機材とかアナログ機材はちょっとこうなんだろうなあのこう思いもしない動作がいじってる最中にあったりとか、うん、そのちょっとアクシデント的なものがやっぱり面白かったミラクルがね、うんうん、ちょっとプラグインなんかだともう特に最近のものはあのもう PC とか CPU のパワーとか上がってあの、うん、処理落ちしたりとか、うん、そういうことがないんで、うんまあ、なんかこう無難につるっとまとまっちゃうみたいな。確かにねつなぎ間違えれないっていうのかな。そうですね。なんか割とどうやってもちゃんと音が出てくれるみたいな、うんまあ、そういう意味ではすごい使いやすいんですけど、間違った使い方散々してきましたもんね。やっぱりやっぱりまあ僕もあの録音なんかはもう本当あのカセット MDR 世代なんで、うん、あ僕もうん、やっぱりあのそういうのやってるといろいろ工夫するじゃないですか。するどういうふうにすればいいかな、とかなんかいろいろ調べたりとかして、うん、あのビデオデッキにあのツーミックスを落とすと音が良くなるとかいろいろやったりとかしましたね、うんまあ、やっぱなんかちょっとそういう工夫がまあ PC だけでこう完結できるのはすごく面白かったりとかするんですけど、なんかそこの自由度とやっぱりハードの機材の自由度ってちょっと違うのかな。どうなんでしょうね。その信号の行き来みたいなのがまずあるじゃないですか、ミックスっていうかまあ収録したものを、アナログもデジタルも含めて、なんかその行き来をアナログで知ってるっていうのは一つ有利かもしれないとは思いますよね、知ってた方が楽しいっていうことかな。そうですね。もしかしたらいや俺ひどかったですよ。俺は未だになんですけど、あんまりそのライブシーンとかなんかそういうところに絡まないところがあって、本当に卓力ばっかりしてたんですよ、仲間内で、で最初なんだっけポルタスタジオ、はいはいはい、タスカムの、はいはい、であれからスタートしたんですけど、あの入力レベルあるじゃないですか、はいはい、あのレベル飛ぶと赤になるじゃないですか、赤になってないとダメって思ってたんですよ俺ら。あ、まあでもあの基本そこからですよね。そう、まあ、ピーク付近で飛び切らなかったりするじゃないですか、アナログって。アナログは飛び切らないんだ、そこで突っ込むのがいいんですよ。一つの考え方としては多分あり、結果的にありだったんだけど、誰も教えてくれないから、ほぼ赤でいってるから、なんかロングトーンとかオルガンとか入ってるやつ、ひどいっすよ今の、今聞くと、まあでもそういうので勉強したし、今聞くとウケるじゃないですかそういうの、あのちゃ分からないなりにやってた時の面白さっていうのが、知ってからだとそれできない、ちょっとこう奇跡的な音作りって結構あったりとかするんで、やっぱり僕なんかもこうあのカセット MTR とかあのオープンリールとかそういうの使わせてもらってた時とか、やっぱりこうあのいろいろこうさっきのサンレコなんかもそうですけど、なんか音取る時にこうどっかのこうちょっとあの好きなミュージシャンが、もうとりあえずもうアナログの、そういうあのレコーダーとかもうとりあえずローワー全開にしとけばいいみたいな、とりあえずやってみたら、まあ、確かにローワー全開になるんだけど、どうだ、トリで、ボーカルトリで、もういろいろもうとりあえずもうローワー出しとけみたいな、でこうやったら、まあ、あのドラムとか、他のこうなんだろう楽器とかあのそれで面白い音取れるんですけど、さすがに何でもやっぱりちょっときついかな、何でもきついかもね。まあでもそうアナログってそういうとこありますよね、なんかさフルテみたいなさ、そういうとこは僕らもあったかもしれないですね、なんかこう正解がないっていうかその面白さだったりとか、まあうちはそういう感じなんだ全然、まあ僕は楽しんでいいんですけど、そうなんだよ。ポストロックは、トータスなんだよね最初ね、そうですね、でこれはプロツースかみたいなさ、その魅力も導入しましたみたいな、90年代ありましたね確かに。そういう昔やってたバンドでレコーディングとかやった時にもうちょうどプロトゥールスが出始めた頃にあのレコーディングで使わせてもらって、まあオープンディールとあの並行して使ってたんですけど、どんなことできるんですかって、何でもできるって言われて、まあ今で言うともう何でもできないんですけど、まあそうですね、なんかもういきなり撮った音海に潜ったような音にできるよ、確かにさピンポンとかに命かけてたさ、
思い出からしたらさ、トラック無限ですとか言われたらさ、マニックになるよね、まあ、もうテンション上がりますね、うん、もう48トラックとか、うん、もう当時とかちゃんとしたスタジオに入ってこれ全部使えるのかって思っただけでもうむちゃくちゃテンション上がりましたね。そうなんですよ、そうそうそう、本当そうそう、その気持ち、うん、あったあった。逆にでも、うん、今もうダウとかになってから逆にどれだけ撮る前の段階で音を作り込んでトラック数を増やさないようにするかみたいなところはやっぱりありますね。結局カセットでやってたような4トラックで、うん、とかのものが良かったりしますからね、うんうん、なかなか、まあ、結局は隠れちゃってるんだ。あ、すみません。あ、すみません。そう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 、なんか結局4つぐらいでまとまるとね、うん、よかったりするそうですね。なんかやっぱりこういじりすぎちゃうと、うん、最初にこうインスパイアされたものがどん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 ブレてっちゃったりとか、うん、まあ、いじる楽しさもあるじゃないですか。無限にやっちゃう、うん、でやっぱりそこに集中するのとこう大元のこう作曲のこう着想というか、うん、そういうところからやっぱりずれた作業になってきちゃったりとかするんで、うん、まあ、そうするとあれみたいな感じな、戻さなきゃ戻さなきゃみたいな、うん、あるあるある、まあ、結局そのなんだろう、横道それたものも後々こう、聞き返したりとかフィードバックしたりとかすると、あ、これはこれでここの部分は使えるなとかそういうのあったりとかするんで、なるべく残すようにはしてるんですけど、うん、うちもそうですよ、うち全残しスタイルです、うん、だお客さんとかが、うん、この曲は出す出さないでやってないんですけど、うちは、うん、作品にして終わりなんですけど、うちの場合は、うん、出す時ももちろんありますけど、うん、この曲は入れたくないみたいなの出てくるじゃないですか、うん、これ外しましょうよみたいな、うん、俺絶対外したくないタイプなんで、うん、基本的には順取りで撮るし、うん、曲順も変えないし、みたいなところはあります、うん、だから使える使えないの話でいうと、うん、全部残したいタイプではありますんで、うん、でもハイドランドの キルクから出たアルバムもすごい情報量でしたから、ね、あれはやっぱりちょっと聞いた時、ね、初めて聞いた時ちょっとびっくりしましたけど、ね、聞いていただいてるんですね。あ、聞いてます。ありがとうございます。なんだったら今でもたまに聞いてるぐらい。あ、本当ですか。ありがとうございます。あれ、なんだろう、なんだろうな、自分的にはすごくこうツボな作風っていうか、こうやっぱりそのポストロックっていうところのこう境目でこう90年代、うん、2000年代のものがこう全部あそこでこうアーカイブされてるような、あ、なんすかね、うん、まあ、ただ好きなだけですからね、うん、なんかその、うん、その好きなだけのその熱量であそこまでぶっ込むっていうのが、あ、もうこれは作ってる時楽しかったんだろうなっていう、まあ、基本的には楽しかったですけど、ね、うん、すぐやめちゃったんでちょっとあれですけど、あ、レーベルはね、うん、すぐ僕らは抜けちゃったんであれですけど、うん、でもなんか2枚組いらしてもらったんですよ。そうですよね。であれがフリーで出した特典用に出したのを含めて64曲ぐらい出したんですよ、ね、そうですね。なんかその、うん、なんだろう、こうアウトテイク集じゃないですけど、なんか他のやつも追っかけて聞かせてもらったんですよ、うん、よくまあここまで撮って、だからあれですよ、最初からこの数ヶ月間をただ撮ったやつ全部出しただけなんですよ、あ、そうなんですか、ね、さすがに、うん、受け取ってもらえないんだなっていうのはちょっと学んだところありますけどね。全出しはいや、でも出したくなりますよね。なるなる、うん、まあ、未だにそれやってるようなもんなんで、うん、あれですけど、なんかまあやっぱりこうものを作るというか、まあ、作品作るその行為っていうか、うん、もう作らずにはいられないっていう根っこのこう衝動の部分があって、まあ、それをじゃあ人に届けるっていう風になった時にちょっとスイッチを切り替えないといけないところ、うん、いや、これさ、そのスイッチを切り替える話はちょっと面白い話で、ちょっともったいないから、はい、一回止めますね。一回回し直すわ。これ長くなるやつだから、ね、わかりました。なんておっしゃってましたっけ、人に届けるか、すごいミュージシャンのわがままを、まあ、いい欲も悪くもっていうのはもちろん分かった上で、ちょっとお話してみようと思うんですけど、一リスナーとして聴衆の一人として、はいはい、そういうものは僕は聞きたいタイプなんですよ、うん、聞けちゃうというか、はい、あ、でも僕もそこすごくでしょ、最近感じるところでやっぱりこうレコーディングのスタイルというか変わってきたじゃないですか、うん、でいわゆるデモ撮りの概念っていうのがちょっとなくなってきて、うん、やっぱりこう自分聴いてた音楽なんかだとやっぱり90年代ぐらいまでですよね、うん、今こう練習とかで、うん、デラックスエディションとかでこう家で撮った4トラックのデモとか集めてこう2枚組3枚組になってて、そう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 、ああいうの聴くの僕大好きなんです。ああいうのをやっていたいタイプなんです、うん、僕は。で、例えばビートルズとかで出た話、はいはい、アンソロジー出たじゃないですか、うん、はいはいはい、あれ中学生ぐらいだったんですけど、うん、ぶっちゃけ結構、うん、まあ、うちは親父とか母ちゃんが結構洋楽聴いてるタイプだったんですよ、うん、カーペンターズとかね、
散々聞いてるじゃん、うん、だから別バージョンのさ、もう上がりますよね、めちゃくちゃ。あれアンソロジー俺大好きで、うん、意外と人に喋るの初めてかもな。あのいやもう僕はもう、うん、あのうちあの母親が、うん、多分昔の男の影響なんですよね。もともとデザイナーというか服飾系のデザイナー目指して、うん、上京した人なんで、うん、まあ、多分結構若い時遊んでたんだなっていう人なんですけど、うん、でもうお母さんのこと随分客観的にまあまあ、うん、まあ、うん、母親のその音楽の影響結構大きいのかな。やっぱりビートルズとかストーンズとかあの辺もう本当物心つく前からずっと聞かされてたんで、うん、あのそのアウトテイク集か、うん、あれがもうごちそうだったから。ごちそうっていうか、まあ、僕もアンソロジーの前でこういわゆるブート版ですよ ね、 ありましたね、先輩とかがやっぱり持ってたりとかして、うん、いろいろ聞かせてもらったりとかして、うん、まあこれでも手つけると大変だな。大変だし、ビートルズのブートって難しくて、実際サトクリフとかの話になってくると、うんうんうん、ビートルズのチャンネルで聞けないとこあるじゃないですか、うん、なんかアンソロジーはとにかく僕は、まあ、中学生ぐらいだったのもあって、うん、結構衝撃で、あれはもう本当よくまとめたなっていうか、まあ、それまで要はブートを追いかけてるマニアの人しか届かなかったのが作品化されたんで、当時なんかだってさ日進寺とか行ってさもう行きまくりましたね。 DVD とかもさ高いじゃん、高いし、ブート版とかも、うん、どうやって当たりを引くかみたいな、そう迷いに迷って買って外れのやつあるじゃないですか、うん、プロショットとか書いてあったのにみたいな、うん、プロショットだっけ書いてありました、ね、そうですね、こうタッカーからチョコで撮ってるやつとか、うん、あれとかも本当当時20代の時とか新宿で働いてたんで、もう時間あればもう新宿でもうずっとぐる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 回ってくるとか、なんかエアーズぐらいしか持ってないんでしょ今。そうですね、もうしばらくもう全然行ってないんであれなんですけど、確かにあそこでじっとり手に汗かきながら、うん、やってましたよ僕も。もう本当クロスビートとか当時クロスビートあったね、後ろの広告ページに、うん、ブート版屋の情報出てるじゃないですか。あ、出た出た、あこんなんあるんだとか、なんか、うん、この間誰々がライブやってそれのやつ の、うん、ライブのやつがブートで上がってるとか、うん、そういうのチェックしてこう行ったりとかして、あったあった。でもまあそうそう、そんな話でアウトテイクはすごく面白いし、うん、そうそう、確かに加瀬さんが言うみたいにそのデモ版みたいな、うん、ボーナストラックに入ってるやつ、うん、との境目なくなってきましたよね、うん、それはすごいね、いいことだと思う、うんうん、そうなんですね、なんかでも、うんうん、そのデモの感覚がなくなるっていうところで、多分その作曲の過程とか、うん、やっぱり若いミュージシャンとかもダウがデフォルト の、 世代なんかだともう全然ものづくりの感覚が違ってたりとか、うんうん、だからあるでしょうね、一気に完成形に近づけるっていう、そうですね、まあ、それもできるっていう良さもあるし、まあ、正直言うともう一人で今完結できるじゃないですか、うんうん、まあ、ただやっぱりもともとやっぱり関さんと一緒にやってる、うん、フォレストピープルもそうだし、うん、あと、まあ、ハイチちゃんっていうボーカルと一緒にやってるカイエっていうバンドもやってるんですけど、うん、まあ、ぐるっと回ってこう、ああやっぱり自分はこういうところにでギターを弾きたかったんだなっていう実感がすごくあって、なんか素敵な話ですよね、うん、まあ、ちょっとあんま存じ上げないこと多いんで、はい、いやいやいや、ですけど、それはいいことじゃないですか、おめでとうございます、うん、いやもう本当、もうなんだろう、今までずっと音楽やってきて今が一番楽しいなというか充実してるな、ライブやってたんで、うん、もう弾き語りの人の中にも入るしバンドの中にも入るし、はいはい、まあ、いわゆる、まあ、自分の音楽なんかだっていわゆるこうアンビエントだったりとかエクスペリエンスメンタル系のくくりにはなるんですけど、うん、そういうシーンだけじゃないところもいろいろやってたりとかしたんで、うん、まあ、結局そこにとどまっちゃうと面白くないなっていうのもあって、うん、あとはそういう人たちとやると流行ってくるんですよね、あれがもういいことじゃん、いや、うん、あ、猫だ、そうそう、今ねあいつよくここで寝てるんですよ、あ、そうなんですか、で多分おしゃべりしだしたから出かけてたそうなんだ、うん、そう、なんだろうな、結局自分が人と一緒にやりたいのってこうバトルほどじゃないなっていうのがあって、バトル問題、うん、いや、その楽しさあるんですよ、うん、もう相手が何かやったのもピツッとそのやろみたいなのは、うん、全然いいんですけど、うん、ただずっとこう続けてて結局そうするともう乗っけて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 の繰り返しになるんで、うんうん、最終的にやっぱりセッションにおいて、うん、そうですね、うんうん、まあ、音楽作る過程なんかもそうなんですけど、うんうん、だ結局何をやりたいのかなっていうとこう、なんかあったの、ありましたね、いろいろ
正直まあなんか言うの、まあ、人にこうなんかやってみませんかとかやりましょう言われてやってみて、うん、なんかもうこれじゃ話にならんだろうみたいな、まあ、別にやる分には楽しいんですけどね、うん、ただあのパフォーマンスのクオリティをこう常にこう上げていきたいっていう欲求に対して、うんうん、明らかにちょっとダウングレードしてしまうっていうかフラストレーションがあるんですね、うん、でその場で何かこう一緒に作るっていうのを、うん感覚としてちょっと共有できないと、うん、あんまりやってて気持ちよくないなっていう、うん、でやっぱりうまくいってる時とかあのほぼほぼ聞いてる人は即興だって気づかない領域まで、そりゃそうですよ、うん、即興即興って言っちゃったら興ざめなんで、うんうん、やっぱりあのそこまでいかないと基本的に自分はちょっと納得いかない部分があるんで、うんまあ、それが要はいわゆるもうフリーセッションもうカオスなんかもありエキスペリメンタルだからもう実験的でそれで OK っていうのはなんかもう正直言うと甘えてんじゃねえぞこの野郎っていうのがあるんで、ちょっと怖いけど怖いけどまあ分かるよ、だってその実験音楽は実験音楽って言ったらそれも実験音楽じゃないから、うんうん、まあやっぱりそういうところの、まあ、カメラ回ってないから言っちゃいますけど回ってる回ってる、え回ってますか回ってる待ってください、うん、すいません、なんかちょっとどこ入ってますか、うん、あのパフォーマンスアートとしては面白いと思うんですよ、うん、いわゆるこうストンキョウなことやったりとか、パフォーマンスアートね、まあ、うん、あの変なもの使ってこうガーとかって騒いだりとか、うんまあ、それはそれで面白いんですけど、ただやっぱり自分あのミュージシャンというかプレイヤー目線でいうとあの完全にこうノイズなんかもそうなんですけど、あの破綻しきったものの楽しみ方とか面白さっていうのが、そのパフォーマンスの方に行き過ぎてるっていうのはちょっとつまらないなっていうのがあって、すっとんきょうなことをやってても、うん、なんかこう型にはまってしまってるっていうか、うん、なんかそれ前提でやって、うん、あのそこに収まっていくっていうあの感じが、はみ出し感がないのがつまらないなと、うん、まあ本人たちははみ出してるつもりできっとやってるんだと思うんですけど、うんうん、あれがなんかもうあのそれもうなんかどっかで見たなとか聞いたなと、多分音楽どうかな、まあいろんな答えがあるじゃないですか、いろんな答えがあっていいんですけど、多分なんだろうな、聞き方がやっぱ基本になると思うんですよね、音楽っていうものはに限って言えば限らないとは思うんだけど、でもその受けたものをどう返せるかっていう話になってきていて、それはまあだ実際聞いてきたものとかが人間を作るし、だからそのやり方があんま人のこと言えないけど、やり方がうまくいかないときは聞き方が良くないときだから、ああなるほど、だから、うん、でやれてない人が多いんじゃないかっていうお話かなと思ったんですけど、うん、まあでもそういうのはもちろんあってもいいと思うんですよ、いや、うん、そういうの求めてる、なっちゃダメだよ、あ、あっちゃダメだよ、多分その聞き方がちゃんとできてないってことじゃないですか、あ、うん、あ、まあでもそこはもうちょっとシビアな問題になってきますよね、そうそう、だから音楽好きがもっと多くなきゃいけないってことだし、聴き方もさ、俺ライブハウス行かなくなったのはさ、そのみんなそこそこ、あ、俺洋楽至上主義者、はい、全然大丈夫です、多分偏りがある、ええ、だけどおそらくドンって並べた時に、洋楽は優れていると僕は感じるんですよね、あ、優れている作品が多いんじゃないかとか、胸に揺れますよ、もちろん、でそこの価値観は多分おそらく一つの角度で言えば答えとして、もうなんだろう、こう自分が圧勝でしょ、そうですね、まあ、あの軸の部分をどう持つかっていうところだと思う、でそこからのお話なんですけど、そのでそうそう、ライブハウスはね、その音楽好きな人はやっぱり優れてるから洋楽好きですよね、洋楽聞いたことない人って稀にいるかもしれないけど、まあ一回その方たちのことは置いといても、そのそうだね、その洋楽、洋楽って言うとダセいか、まあ優れたものにインスパイアされているはず、で、まあそのライブハウスに行く時も帰る時も洋楽聴いてきてるはず、でやってることこれですかって部分もあるし、ちゃんと聴けた方がいいよねっていうところもすごくあって、そこの反響が弱いから現場で不協和音が起こるんですよね、でそこら辺はだからすごく思うのは、まあ結構大人になってきたし、なんかその聞こうよ、いっぱい言っていこうかなと思ってるんですけど、でもそこはすごく大事ですね、だって聞いてればいいもん出るから、いいものが出せてないということは、まあこれまんまなんていうの、流行りの言葉でブーメラン、だから分かんないけど、でも聞いてないからその少なくとも自分たちを満足させるものができないんだよね、で聞けた方がいい、そこを
俺はすごく思いますね、うん。